はい、えー。カバーチェクロカッパ園長です。さてと、じゃあ今度はね、セクシー大臣のお話いきましょうか。またなんかね、あのー、このセクシー大臣がね、こんなこと言い出しちゃって、まだペットボトルを使ってる。おかしいという声を上げてほしいみたいな。ペットボトル使ってる人って、いまだにペットボトルそのまま利用してる人っておかしいと思いませんかみたいなこと言っちゃったんだって。い <laughs> やいやいやいや、<laughs> おかしなこと言ってるのはあなただと思いますけども。 えーとなんか要はこれ、マイボトルを手に、えー、まあなんか思いを、ね、まあ、個人的な思いを語る小泉大臣なんですけども、えー、っと、まあなんか質問、えー、小泉さんはマイバッグ持ち歩いてますかあ政府の会議でよくペットボトルがテレビに映ってますが、どう思いますかこれなんかね、小学生、東京の小学校5年生の子にね、聞かれた質問らしいんですよ。でそれに対してね、えー、小泉大臣がこう答えたんだって、 僕が使っているマイバッグをお見せしましょう、実はこれ、熊本の震災で使われたブルーシートを再生利用したものなんですね。 えー、お昼ご飯も持ってくるんで、これはマイカトラリー,、えー。この中にフォークやナイフ、スプーン、ストローが入っている、えー。国会ってなんとマイボトル禁止だったんですよ。なんで環境のこと考えてるのに使っちゃいけないのかって。多くの関係者の皆さんの理解を得て今年の国会から認められました。でも残念ながら政府全体の中ではまだペットボトル使っているような会議も見られます。おかしいという声を皆さんからも上げてほしいだそうです。 こんなことやる必要あるのかな <laughs>、ね、もっともっと他にやることいくらでもあると思うんだけどな。あ、これなんかね、結構なんだろう、この小泉大臣と、なんかこの小学生とのこの質問、えー、回答、質問、回答みたいなのが、結構全体のボリュームはね、かなりあるんですよ。いろんな小学生から、あー8問かな、うん、小学生8人からの8つの質問になんか順番に答えたりしてるんですよね。 まあなんか日本は火力発電に依存している。えいくら車を電気自動車にしても、その電気作る発電所が二酸化炭素たくさん出していては意味がないんじゃないんですか。おいい質問じゃないですか。小学校6年生の子。ね。さあ、大臣、なんて答えたんでしょう。 えー、日本はまだ火力発電が多く質問の通り懸念がある、えー、だから今回政府の基本的な方針を決める骨太の方針で再生可能エネルギーを最優先の電源にするという画期的な原則を初めて入れましたこれからはそういう風に変わっていく心配しなくてもいいような方向に動き出していきますえーだからさねえもう火力っていう呼び方がねダメなんだよねうん で、あと、再生可能エネルギーを普及させてほしい。原子力発電はまたいつ事故が起こるかわからない中、稼働を続けることは地球を汚染することにつながりかねないと思う。これはなんか高校生の人からの質問かな。うん。で、まあなんかこんな感じでね。でもこれ見ると、なんだろう、小泉大臣にとって都合のいい解釈をして、ね、都合のいい答えを返せそうな質問のみピックアップしたような感じだな。なんかそんな気がしますよ。うん。 ままあいいんでですけどもで、まあ、今回、そのね、えー、ペットボトル、ねうん。いや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 。<laughs> 違う違う違うえ。だってペットボトルリサイクルできてんじゃん,、うん。いやー、おかしいでしょ、どう考えてもね。これだって飲料メーカーとか大反発案件じゃないの、こんなの。うん、っていうか、このプラスチック関連、もう業界全体、もう会社、企業、ありとあらゆる一切合切すべて敵に回すつもりですかね、この人は。うん いや、何考えてるんですかねん？もしかして昭和のガラス瓶時代とかに逆戻りしろっていうことを言いたいのかないや、だってペットボトルね、今も言いましたけど、リサイクルされてるじゃないですか。え、別に禁止にする必要はどこにあるんですかねうん。えだってちゃんとリサイクルされてるんですから、ペットボトルって全然いい気がしますけども。うん。だってさ、言ってもこの大臣だって、プラ製品一つも使わないなんていう生活できるわけないんだからさ、一切合切禁止ってちょっとおかしくないですかね 何なんですかねこの人はなんか何をやりたいのか、もう何も後先考えず、んか思いつきで、ね、発言してるように、まあ、なんかそんな風うに、ねえー、言われること多いじゃないですか。何だろうな、このコンビニとか、例えばね、コンビニとかでコーラを量り売りするような、そういう時代を目指してるってことなのかな。エコってね、なんかこう何でもかんでもこのね、便利な状態をこの不便な状態に戻すことを言うんじゃないですよね。何だろうな、しかもね、 誰も日本国民、誰一人そんなこと望んでいないことをなんかこうね、えー、なんか声、そういう発言をしてね。だって我々日本国民の声を無視してるようにしか見えないじゃないですか。ね。うん。え、誰かなんかこの人。 が発言することをもともとね我々日本一般の日本国国民がね国民の声としてなんかそういう発言とかしてる人とかいましたっけいないっすよね国民の声とか一切関係ないところでなんか無視してね格好つけてるだけの人みたいなまあ仕事しようとしているふりみたいなそのポーズにしか見えないですよねしかもいい迷惑いや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 本当に不要なものから減らせばいいじゃないですかうん。 おかしいよなぁ。だったら完全リサイクルを目指すとかさ、そういうところからスタートすればいいのにね。なんだろ、う、間違った成功を体験すると、ね、あの、こうなるっていう、いい例だよね。うん。だって、こんなことやったらさ、ね、飲料メーカーにね、うん、潰れてしまえって言い放ってんのと一緒じゃないですか、こんなの。うん。 要は飲食物、ね、飲み物も食べ物も、ね、お店にね、培養期持ってきて量り売り、ね、そんなことやれって言ってんのと一緒ですよ、これ。うん。おかしくね。<laughs> なんでわざわざこの便利な世の中、何でもかんでも便利に便利にがいいとは言いませんけども、ね、明らかに不便じゃん。なんでこの戦前みたいな感じにしようとしてんのか、全然わかんないですね。ちっとも国民目線じゃないじゃないですか。なんだろう、暴走環境省みたいなことになってますよね。うん。 なんだろう、この国力を低下させないといけないとかいう変な義務感ってどっから湧いてくんのなんかあの、あの辺のこのね、血が騒いじゃったりしてんのかなうん。いやー、わりはなんだろう、うまた昔のガラス瓶か、みたいな。そんなことを考えてるようにも、ちょっと普通だったら考えられないんだけどな。うん。まあ、紙パックだと炭酸はダメなわけでしょうん。 ペットボトルゼロはおかしくね。うん。まあなんだろう。このコーヒーとかさ、なんか金属のね、この缶のやつもあるから、でもそういうのだってなんかペットにしてる、なんかそういうシリーズが出てきてるぐらいだから、実はあの、この金属のこのスチール缶っていうのかな、ああいうやつって実はエコじゃないのかもしれないよね。ペットボトルの方がエコなんじゃないのちょっと僕業界詳しくないんでわかりませんけども。うん。 まあだから自販機とかも昔はあの,空の紙コップがカタンって降りてきてさ、ジョブ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 って、なんか注ぐタイプ。あれを要は、自分でマイボトルを持ってきてみたいな注ぐタイプに変更するとか、そういうつもりなのかな。うん。なんだろ、ペットボトルだったら、何これ有料それともただの値上げですかねっていうかね、前も言ったんですけど、このね、セクシー大臣はさ、これまずこのコロナ禍でね優先してやることなのかな いやーもうちょっと考えて、どうせこう働いて仕事しようっていう、まあ、その気持ちはね、うんあのー、失ったらダメだと思いますけども、なんかね、もっとこの国民の生活にさ、なんだろう、国民の声をよく聞いてね、ねこのコロナ禍ですよ、コロナ禍、うんあのー、一生懸命頑張ってる風ね、ね醸し出す、<laughs> そうじゃないですよ、そこじゃないですよ。うん なんだろうなあうん。そもそもこの環境大臣っていうポジションが必要なのかどうかもなんかね、疑問ですよね。だってプラスチックプラスチック、プラ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 連呼してればさ、なんかこの大臣が務まると勘違いしてんじゃないのかなって疑いますよね。うん。それともなんかプラスチックに、ね、身内、親、ね、類縁者、ね、一族の誰かでも、ね、プラスチックのせいで命を落としたやつなんていたんですか <laughs> プラスチックに恨みでもあるんですかね、この人。うん。 いやあよくわかんないっすよねうんでそろそろさねこの袋ねこのビニール袋さコンビニ袋ねあの辺の袋有料化したその結果何がどうねあのー、ポジティブなね、えー、要は効果結果が得られたのかどうかっていうデータをさ出してもらいたいっすよねうんでもさなんだろうな環境でしょううん それだったら、このゴミとかさ、ねこのね、不法投棄とか、そんなんかこうね、あの表で、道でポイ捨てとかさ、そういうなんかこうね、捨てる、ね、これを厳罰化する、ペナルティーね、えー、貸していくっていう方が効果あるんじゃないですかね。うん、なんかね、グレタ女子と同じでさ、現実の生活を見てないよね。 うんまあ、その彼女とも違うのは、理想の押し付けをまあ実現できる地位にいるっていうのが、我々日本国民にとって悲劇でしかないですよね、うん。こういうの勘弁してもらいたいんですけどもね。 進歩してさ,させていくっていうんだったら、まあまだわかるんですけども、この全時代に戻ろうって、ちょっとね、無理な話なんですけどもね、うん、個人的に自分だけやってる分には全然構わないんで結構なんですけどもね、この他人をね、ね国民を巻き込まないでいただきたいです。うん。ね、世の中をどんどんね、無理くり不便にしようとしていく大臣、これはちょっとね、国民として応援できないですね。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。